両雲閣十勝岳温泉は、北海道空地郡上富良野町十勝岳温泉にある温泉。大雪山系十勝岳山腹の標高1280メートルにある両雲閣は、北海道で最も高所にある温泉である三県の施設で、それぞれ泉質が異なる。標高1290メートルの高所、温泉名の由来ともなっている十勝岳連峰、三段山の 中原に温泉地が存在する。北海道で最高所の温泉地でもあり、登山基地としても利用される。温泉地へのアクセス道路の終点には、登山客用の駐車場が備えられており、ここから登山道が伸びている。宿泊施設は3軒存在する。共同浴場などはなく、日帰り入浴は旅館の 日帰り入浴を利用することになる。平家湯の功労者は、1963年に、両運閣を開業した、相田旧財門である。満州からの引き上げ後、妻の実家がある上富野町に移住。十勝岳付近を、スキーも使って回り、登山案内図や道路標識を設置する仕事につき、1959年、安政加工で源泉を発見した。 東温泉を含む土地開発は地元商工会により計画された十勝岳産業開発道路計画のもと1959年12月開催の地元町議会において道路開発に関する請願が採択されたことから本格化した1960年5月地図作成のための測量中安静加工の警告に満ちている温泉に気づき厳選発見 翌年6月から本格的に温泉掘削に着手3ヶ月後に油温摂取43度毎分250リットルの湯元を確保。しかし当地が未だ道路開通していない高所であるゆえ温泉開業するためには道路改作から始めることになる。測量調査、温泉建設に関する認可申請や自衛隊との 協議などを経た翌1961年7月町議会で産業開発道路を町道、十勝だけ線として認定。同年、自衛隊と自衛隊法第100条に基づく工事の委託契約を結び、同年8月中蛇屋で起工式を挙げ、道路工事が始まる。そのような環境の中、山小屋、両運閣は、 道路工事途中の1963年7月、営業を開始し、温泉営業の歴史が始まる。しかし実際は、前年冬、一部未完成のまま宿泊も含め借り、営業していたとの記録がある。町はこの産業開発道路によって、温泉を中心とした、観光事業の進行、大温泉跡一帯の、か、 鉄鋼急噴火口の用などの資源開発を推進しようと、画策しかし工事は、困難を極め、財政負担増による混乱があったものの、1965年5月の、十勝岳産業開発道路工事最終工事600メートル区間の、工事着手、同年7月4日の旭川電気軌道による、路線バスが、 道路観光を待たず十勝岳温泉、両運閣前までの運行開始。同月27日、十勝岳産業開発道路開通式が行われ、竣工道路が受け渡しされた。道路開通後の1967年10月1日、厚生省国時代420号により、国民保養温泉地に指定をされることになる。この年上富良野町は、10月8日に、 国民宿舎上幌荘を開業した。また、道路工事を終了した自衛隊は、山スキーの拠点とするため、同年11月、防衛庁共済組合により、十勝青年隊員の家、城と山荘を開業している。両運閣は1994年に現在地に建て替えられ、300メートル離れた2つの源泉から湯を引いている。 旧加工の自噴泉を使っていた時代は火山灰混じりのドロドロした灰色の湯だったという。ありがとうございます。